通帳にいきなり3億バーン、それまで300円、3億円、ただ銀行に払ってまた300円。と申しますけども、しくじり先生をですね見てまして、あの時に僕が一番感動したのが、あのどん底からこう這い上がってきた時の、こうきっかけというか、そこをちょっと改めて聞きたいなと思ったんですけども、はい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 、ちなみにね、俺んちも貧乏でテレビが買えないからテレビ見たことないんですよ。へえ、ほんとほんと、テレビはね出るのは趣味だけど見たことない。だからそのしくじり先生も実はと見てない。あ、しくじり先生のその再起したきっかけね、あれ実を言うと僕、まあ、ローバーが倒産して本当にとことん金がなくなったんですよ。で最初はねバランスシート当時プラス45億あったんで、特損20億出しても事業継続できるというふうに思ってて、うちの会社の、まあ、当時は優秀な会社って面白いから、面白いことにどんどん優秀なやつが入ってくるんですよ。これもう一つちょっと話が変わるけど、君たちが会社がでかくなった時に優秀なやつが後から入ってくるから、必ず下克上させないと会社って絶対良くならないよ。で例えばいろんなパターンがあって、うちは優秀なやつが入ったから創業メンバーは島流しにした。まあ島流しって言うと言い方悪いけど、僕らの中古車屋っていうのがあったんでそこに回したんですよ。そいつらまあ頭は悪いけど、まあ、稼ぐのは得意なんですよ。中古車売って稼ぐよと、まあ、そこ独立国みたいにして、後から入ってきた GM から来たとか日産から来たとか、そういう人たちは、まあ、ローバーのインポートとかにして、でそうしないとローバーのもともといた社員たちがヘッドにいても全然会社って回らないんですよ。それでそういうことをきちんと回していったやり方っていうのは、例えば渡美さんは何をやったかっていうと、まあ、これ証券会社に聞いた話だけど、上場前にまるで麻雀牌をポンってこう回転させるみたいに部長と課長を全部入れ替えたと。部長だったやつを課長に全員して、課長だったやつを全員部長にしたっていう。だからちゃんと会社は大きくなるんですよ。あとホリエモンはどうやったかっていうと、創業メンバー全員クビにしたんですよ。で、ある意味その新陳代謝がきちんと起きないと絶対会社大きくならない。で、まあ、ちょっと余談になっちゃったけど、それちゃったけど、そもそもその特損20億出した時には、まあ、我々新しい事業計画を立て直そうって言って、当時優秀なやつらがいっぱいいたんですよ。で優秀なやつらが事業計画立て直して、じゃあこうやってやればなんとか頑張ってやれるねと。ところが、まあ、その次の週ぐらいに銀行さんが来たんですよ。で銀行さんに、いやローバー潰れるけどまだ債務超過までは25億あるからなんとか大丈夫ですよねって言ったら、いやお金全部返してくれって言うんですよ。全部返してくれっていうのはどういう意味かっていうと、大体30億借りてると毎月の返済が1億ぐらいあるんです。会社やってる人はご存知だけど、銀行の借り入れって定期預金みたいにずっと借りてて利息だけ払うっていう借り入れってほとんどないです。事業資金っていうのは、例えば1回借りた1億借りたって言ったら、まあ1000万でもそうだけど、じゃあ24回で払ってくれとか、まあローンみたいな感じなんですよ。だから毎月毎月払って最後は残高がゼロになる。でそれをじゃあいくつも繰り返してやってたりすると、例えば12回払い終わったらまた新しい借り入れを起こせて、だから借り入れって何本もあるんですよ。その何本もある借り入れが全部が返済一途になりますよと。今まではちょっと減るとまた貸してくれるんで、お風呂の水はいつも満タンなわけですわ。
ところがそれはただ線が抜けたお風呂になっちゃうんで、そうするともう1億円のキャッシュフローが悪くなるから、じゃあどうするんだって言って、優秀な部長さんが考えた3つのプランがありますと。その1、いくら潰れたって言ってもローバーが、我々売上とかあるし、現金5億持ってフィリピンに社長逃げてくれと、それ一生暮らしてくださいと、5億だったら大丈夫ですよと、綺麗なメイドさんを2人雇って毎晩交互にお相手してくださいと、それなかなかいいねって言って、で次はって言ったら、ロータスっていう会社、ここは別会社でまた一つあったんで、じゃあこの会社に社長飛び乗ってくださいと。で本体はもう沈没しますから、ロータスでまあやってれば毎年2、3000万給料もらえて、まあ、英国大使館でも胸張っていいクラス、その地位はありますよと。うん、なるほどって言って、それも悪くないねって言って。で、あと一つはって言ったら、そのもともとあった僕が創業した会社を立て直すっていうことですと。でもこれは飛行機で言うと、飛行機っていきなりエンジン止まっても10キロぐらい飛べるんですよ。ただもう社長、10キロ飛べるけど空港は13キロ先ですよと。絶対に着陸はできませんと。どうシミュレーションしてもこの飛行機を空港に着陸させることはできませんと。で僕がじゃあ3番目って言ったんですよ。分かりましたって言って3番目を僕は選んで、まあ、全社員に解雇予告を出して、ショールームはまあ売却するんで、ショールームにいる人たちは全員その相手のディーラーさんに転籍、まあ、ほとんどの人たちはそうやってあっという間に転籍して、さっきの茶色のセピア色の写真みたいになって一人残って、まあそれからがサバイバルゲームで、まあ資産を売却しながら銀行に金を返していって、まあ最後の最後本当に返せんなっていう時にいろいろ神風が吹いたんですよ。まず本当に金がなくなったんで、じゃあ何か商売やろうと思ってもできないんですよ。だってベンツの、まあ、例えば中古車やろうと思っても500万のベンツ10台買ったら5000万いるじゃないですか。りそな銀行に5億円返して、返した時に言ったんですよ、5億円返し終わったから5000万貸してって言って、たら無理ですって言われて、なんで無理なのって言ったら売上がないです、だからそれ借りて売上作るって言ったら、作ってから来てください。返すんじゃなかったと思ってですね、でそれで、まあ、とにかく金がないと、でまだ銀行の借金も残っとると、で就職した方がいいかなって言って、こう本当に五反田の駅の池上線の間ぐらいにある、求人誌のボックスから求人雑誌を引っ張り出していろいろ見たんですよ。もうちょっと頭使うのも疲れたし、もう金も最後の最後まで頑張ったけど、あと少し返せそうにないなと。まあ、来月の月末はちょっと、まあ、結局は金融事故になっちゃうなと。せっかくここまで返したのにと思いながら、まあ、就職しようと思って求人誌見たけど、バスの運転手やろうと思ったんですよ。ただなんと35歳以上はダメって言われて、でその求人誌で当時45歳の僕が働けるところは夜景、夜のガードマンとタクシーの運転手だけだったんですよ。でタクシーの運転手かと、まあタクシーの運転手どうせやるんだったらニューヨークでタクシーの運転手でもやろうかなとかって思って、でもまあ借金残したまんまどうするかって言って、でちょっと不動産屋の真似事しようかなと思ったんですよ。だって不動産屋ってブローカーじゃないですか。それ悪い意味でじゃないよ、お金いらないもん。
右から左に口利きで口先三寸、この中に不動産屋の人いたらごめんね、口先で物売りはそれの 3% がもらえるわけですよ。でみんな言うんですよ、僕のこと、そんな南原さんだったら絶対大丈夫、だから何が大丈夫なんて絶対大丈夫とか、でも俺夜飯食わなきゃいかんしとかって、泊まるところもいるしって言っても、でも本当金がなくても、まあ泊まるとこは友達が貸してくれたりとかあったりして、でもまあどうしようなって、もう一個就職考えたんですよ。ヘッドハンティングやってるやつがいて、そいつにじゃあ何か紹介してくれんって言って、で、あ、ついでだからと思って3人ぐらい頼んだんですよ、ヘッドハンター。そしたらみんなさ、すごい、やった、南原さんみたいな人をこうやれんだったらものすごいいいわとかって言って、もうすごい期待して出て行ったんですよ。ところが1週間経っても2週間経っても3週間経っても返事ないから、どうなったって聞いたら、いや全滅ですって。なんでって言ったら、部長に見せたら、こんなやつが来たら俺がクビになっちゃうって言って間違いないとかって言ってで今度社長にこういういい人がいるって言って見せても、社長も絶対こんなやつ会社に入れれんって言って俺がクビになっちゃうとかで結局もう就職っていうのも本当に考えたんですよ。だけど断念したんですよ。でじゃあ自分で食っていかなきゃいけないなって言って、それで最初に不動産屋のブローカーやったんですね。そうしたらやっぱり俺はすごい、3億円儲けたんですよ一発で。この間あのマネントラの安田久志さんのところの講演会でその話してくれって言って、たまたま通帳が出てきたからみんなに見せびらかしてやったけど、通帳にいきなり3億バーン、それまで300円、3億円、ただ銀行に払ってまた300円で、その後 M&A の仲介をやって1億稼いで北の家族っていうのをやったんですよ。そうそう、まあそんなことやったりして銀行の返済ができて、で少し手元の資金ができて、でそっから勝負かけていったんですね。でもう一回起業しようと思って、まあ結局はその質問に答えると就職できなかったんですよ。で起業して食っていくしかないじゃないですか。誰か俺雇ってくれる人いる？ああじゃないっつう、いい仕事するよ。ということで質問の答えとしては、そのきっかけっていうか、まあその時の気持ちっていうのは本当に就職することができなかったから、もう後がない。で自分で起業して再度人生ゲームが振り出しに戻ったけど、まあ、そこからちょっと頑張って今1兆円の勝負中。